ミステリーな二人は、大田忠史による日本の短編推理小説のシリーズ。1997年に発表された経堂、夫妻シリーズ初作品の題名であり、同作を収録した短編集のタイトルである。2012年に、超再現。ミステリーにて映像化され、2015年に連続テレビドラマ化された。敏腕刑事、軽堂稽古が遭遇した難事件の数々を、 年下の夫、慎太郎が自宅で、その相談話を聞き、事件を推理して、解決に導く。一話完結の短編シリーズである。1997年に、週刊小説にて、ミステリーな二人を掲載。オーターこれを一作限りとするつもりでいたが、厳冬者から新作の依頼を受けた、際、アンラクイス探偵の編集のような彼らを使うには、もってこいだったと。 シリーズ化を決めた。1998年より、ポンツーにて不定期に掲載され、2001年に、大田の初の単行本として、ミステリーな二人が出版された。名古屋テレビ放送の制作により、2015年4月14日から6月23日の間に放送。松島花は、本作がテレビドラマ初主演となる。ドラマでは毎回、 マルヒゲストの特別出演がある。原作の大田忠氏は、第8話にて監視金役で出演している。各話のサブタイトルはそれぞれ原作と同じであるが、事件の結末が原作とは異なるものがある。ゲスト劇中に登場するアナウンサー第7話は、テレビドラマオリジナル作品。ありがとうございます。